吉田さん、九州とね、それから鳥取の方ですか、かなりね、今回の台風で災害が起きてるみたいです。それからあまり知られてないんですけども、ハワイね、ハワイもうむちゃくちゃやばいですね。さらにあんまり知られてませんけども、中国の上海、洪水で6メートルの浸水で都市が沈んでるみたいです。道路が川みたいになって、本当にね、地面が全く見えない状態で、道路標識も標識の頭のところだけが出ていて、支柱が全然見えてない、水に埋もれてる状態なんですよ。天変地異が起きたみたいな感じですよね。どうなっちゃうんだろうな、本当にと思いますね。でも知らなければ何も起きないのと一緒ですもんね。何なんでしょうね、一体ね。いってらっしゃい。